ということで、まずは幸運ですね、正気度チェックのため。わーわーいわーい、ペコだペコだ。2人とも成功なので0 or 1D3 ですね。0 or 1D3 なんかあれ見たことあるなって。えい、0だ。うん、 1D3 でしたっけ。 1D3 ですね、お願いします。はーい弱いなまあ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 。ではここからカーチェイスとなるんですが、ちょっと一旦チャットログが動いてないので確認します。カーチェイスとなるとまさにお主の出番じゃないのか。運転しながら確認しながら銃を撃つということかよしひどいひどいひどいじゃあわしは横で腕組んでるからな後方助手席に面面では、はい、お待たせしました。多分大丈夫だと思います。カーチェイスのルールを説明いたします。はい。うん、ここから目的地へと向かいながら、シャンタクドリとの一体との戦闘になるんですけども、まず運転技能を振っていただいて、成功の場合攻撃技能にプラス20、またはダメージにプラス5することができます。失敗の場合は、まあ、巣の値で振ることになります。敵は攻撃を車の方か探索者の方かを決めてから行動します。で、蒸気を繰り返します。まあ、車の耐久力はいや30なんですけど、でもいや運転技能がねない場合はプラス30のボーナスがあるそうなので、つまりつよつよプロテクト車ということになりますね。だって SF だもんな、車だって強いよ。まあまあまあ、それ用の車だということでということで、ではですね、ここからチェイス戦闘となります。で、まず強制でクトゥルフ神話技能を振ってください。はいはい。組織所属3年の力見せてやる。あと頑張れ。あああたりが95、すごい。あー、じゃあそうですね、なんか見たことはあるんだけど、どういう攻撃してたかなっていうのがまあ車だし、分かんなかったかな。分かんない。分かんねえ。分かんなかったな。分かんねえな。っていう感じで。見たことはあるんだけど。どちらも分からぬから、分からぬまま終わる。つまり、分からぬということである。はい、では。あるはなんか分かるか、うん、わしもわからぬ。わかんないか。そうか。穏やかな。まあまあ、羽が生えとって、そう、空を飛んどるってことはわかるよ。まあまあ、見ればわかるからな、それぐらいは。見てわかることもわかんないと思われているんだな、俺は。あ、そんなことはないぞ。これああ、そうか。お主は運転をしておるから、我が気を利かせてだの。いやいやいや。いや、俺が先に見たよな。はてさて、そうじゃったかの。お記憶がない。あ、そうですか。あ、そうですか。はいはいはい。あ、俺、気を切り替えて、行くぞ。はい。まあ、それどころじゃねえからな。やるぞ。はい。というわけで、お二人は、チェイスすることになるんですが、これはまずアーベルさんが運転技能かな、なので、はい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 、確か初期値が20だったかな。そうですね、20、運転はそうなんです。なるほど。イエス、20です。20ですね。では天皇22回、うん、ではそこにかけて
運転技能お願いします。俺のドライブ力見せてやるぜ。頑張れ。もう手が震えとるわ。でも事故とか起こさないんでね。俺別に運転得意じゃねえんだよな。鼻歌歌ってます。ではそうですね、これ運転技能プラス30って運転技能にってことかな。あ、運転技能持ってない場合プラス30のボーナスを与えるっていうのが耐久力30の下に書かれてたから、じゃあ車が耐久力30ってかプラスってことかなって思ってたけど、もしかしたら30かもしれないです。あら、どっちそっちだよ。多分ゲームバランス的にそうかもってなったので、ちょっとじゃあ運転技能50かな。運転技能50ですか。じゃあ車がペラペラになります。あーあー、どっちもどっち。あー、じゃあ車がちょっとスリムボディになったぜ。はい、じゃあそうだな、車がしぼんだ、しぼんじゃった。けどまあどっちみち今回は失敗っていうカウントでよろしいか。はい、はい、つまんの失礼いたしました。では攻撃技能は素の値で振るっていうことになりますね。はい、はい、じゃあこれも運転しながら、そうですね、どうだろう、運転しながらできるかなっていうのがあるので、まあ運転してる方が、攻撃できないとは書いてないので。なるほど。多分銃、しかも銃持ってるので、銃だったらかっこいい、片手でワンチャンできるかもっていうのがあるので、そうだな、これでペナルティーダイスを振ってもらおうかな。よくわからないやつ。シンクトゥルフのよくわからないやつなんですけども、まあ簡単に言うと 1D100 を2回振ってもらって、で、はい、その値が大きい方が、はい、を採用するって感じですね。うん、なるほど。多分そうだったと思う。メイビー。多分。うん。そう。ということはどういうことだ？だから拳銃を2回振ったらいいの？そういうことではない。多分コマンドが、それ専用のがココフォリアにあって。なるほど。多分こうなので、これをコピペしてもらえれば。はい。うん。うん。あ、すごいなんか。すごいやつ出てる。あ、すごい差がでかい。差がでかい。ということで、そうですね。まあさすがに片手運転はしんどいかなって感じですね。でもファンブルじゃないので多分余計なことはなってない。はい、ギリギリいけるけど、なんとか、そうですね、まあ他の車にぶつかりそうで危ねっていう感じで外したかな。うん、やっぱ運転しながら難しいよ。うん、それはお主がちゃんと狙いを定められてないのでは。え、いや、え、俺のせいこれ。うん、違うのか。そうか。いや、運転しながら拳銃撃てるのなかなか高度なテクニックだと思うけどな。あ、それはお主の運転技術の問題かもしれない。あ、逆にそっち。あ、まあ、それは何とも言えねえ。もうこれから毎日わしのために運転してもらって、これからもっと練習すれば上手くなるよ。ある晴れついてるだろ、俺が運転する必要ねえだろ。ああ、聞こえぬ聞こえぬ。はあ、羽バサバサ。
バサバサ。アランさんのターンですけども、これも失敗、運転技能が失敗になっているので素の値でできるよって感じですね。もしこれ遠距離より近距離のものばかりなのじゃが、そこに関しては大丈夫なのかい？まあそうですね、多分飛び上がってとかは、まあ割とそうですね、車に狙いを定めているので、このシャンタクさん、あのぐいぐい来ると思うんですよ、近い距離に。こうウェイウェイって感じで、ウェイって来ると思うので、その隙をついていい感じに鍵詰めできたかどうかで判定とかですかね、鍵詰めするなら。じゃあ鍵詰めやってみようかな。鍵詰め多分助手席の方にいるのかな。よし、せい。うわー、はい、デメタカゾーンに来てしまったようです。あー、つまぬ。かわいいね。じゃあ次はシャンタクさん、シャンタクさんの出番です。まずは攻撃対象を決めます。あ、探索者。ではこいつは噛みつき一辺倒なので、あ、ちょ、あ、すいません。はい、コマンドを間違えたよということで、もう一回だ。6半だった。あ、成功しちゃった。あ、しかもダメージが結構でっかいのよな。でっか、え、でっか。で、これは回避ができますんで、で、探索者がどっちかってことかな。あ、競技対象は運転をしていない探索者固定なので、アランさんに向かってきますかね。回避じゃね、回避ですかね。避けろ、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 これ。よっしゃい。あ、よかったよかった。じゃあ、走りました。じゃあ、運転も手伝ったのかな、もしかして。グッと。いい感じのタイミングでブレーキを踏めて、その隙に避けることができました。よしよし。では、一旦1ラウンド終わって、アーベルさんのターンですかね。また運転技能50、失礼いたしました、はい、先ほどはお願いします。いえいえいえ、ふん、俺の運転技術成功ってことは、攻撃技能にプラス20か、ダメージにプラス5かできますね。え、どっちがいい？ダメージかも。ダメージいいじゃない。ダメージで。ダメージで。ではまた拳銃かな。はい。じゃあ今度こそ当てる。うん、お、当たった。うんうんうん。お。ではダメージがプラス5できますね。へい。お。お。よしよし。12。ではそうですね。お、これは。シャンタクドリフは一気に体勢を崩してだいぶ痛手を負った様子ですね。なので、まあお二人は、あ、これはこいつは鉛玉が効くタイプだってわかるかもしれないです。いやという感じで、お次にアランさんのターンですね。どんな、これもダメ、攻撃技能にプラス20か、ダメージにプラス5かできます。あ、なるほど、それぞれ決めれるわけ。あ、あ、でもどっちみち5を出してるので値は変わんないですかね、アーベルさんも。うん、さっき 1D5 を出してくれたので、
はい。では、進めまいろうかの。お願いします。そしてダメージ追加にする。はい。了解です。では、まいる。おーおー。エクストリーム。ということで、ダメージにお願いします。これの場合だとプラス5になるのかな？そうですね。ダメージとダメボとプラス5。プラス。おお、8。よいしょ。おお、まあ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 。まあまあ。まあまあまあ。では、まあ、先ほどよりは。まだって感じなんですけれども、だいぶゴリゴリに削られている様子ですね。うん、鳥さん、この調子じゃぞ、アーベル。あー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 全部任せられてる。では鳥さんのターンです。いくぞ。探索者だね、アランさんだね。まずい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 。回避かな。はい。アル、そっち言ってるぞ。うん、分かっておる分かっておる。すげえ。じゃあそうだな、クリティカルしちゃったので、こいつ、はい、どうしようかな。クリティカルだからな、ご褒美あげないとな。クリティカルはめちゃめちゃ一番1とかが出ていい値が出たので、プレイヤーが、まあ、このダイスを出した人が一番すごくいい結果を得るっていうことなので、キーパーはそうだな、敵を達成する、そうだな、カウンター攻撃一回できるとかどうです。うん、良いではないだろうか。じゃあめちゃめちゃ、そうですね、突っ込んできた鳥さんに牙を、爪を向くこと、向かせることができるでしょう。では、かぎ爪で参ります。はい。おお。おお。よしよし。いや、このターン中だからダメージもプラス5でもしちゃってもいいんじゃないかって思うんですけど。お、では、お言葉に甘えてキーパーは猫ちゃんなので、パワーバランスとか分かんないから猫ちゃんだから許してくれよな。クハって言いながら、おお、よし、おお、ゴリッゴリだ。これはシャンタクさんもノックアウトだ。ということで、そうですね、牙を剥いたのが急所に、急所どころじゃないな、これはもう残っていた体をすべてえぐり取る勢いで、鍵爪がガリッと効きましたね。それで、そうですね、アーベルさんが車を走らせている中で、その後ろで、真後ろでシャンタクドリがバーンと落ちていくのが分かりますね。おお、ナイス。ほうほうほう、どうやらなんとか倒せたようじゃの。ああ、そっち行った時はどうなることかと思ったけど、いや、すげえな。うんうん、何回か狙われてこちらもヒヤッとしたわ。こんな感じでいつもと変わらないほっこりなやり取りをしつつですね、お二人は目的地へ車を走らせていくことでしょう。シャンタクドリを撃ち落とし、君たちは勢いよく車を走らせる。
タイヤは道路に跡を残し駆け抜けていく。いつの間にか夕日はあたりオレンジに染め上げていた。ということで、こいつをしまってしまって、車も一旦乗り捨てて、バイバイ。で、目的地まで進み続け、たどり着いた場所は草木がうっそうと生い茂る森の中だった。ということで、たどり着いた森を見て何かありますかね。ここか。なんかこういったところに見覚えがあったりとか、そういうのはないのか、お主。いや、ないな。そうか。ま、わしもないんじゃけどな。と言って、そうですね、緑が視界に広がる中で、そう会話しながら歩いていると、たどり着けそうな場所に一つの建物が見えます。奥まったところに立っており、まるで隠されるようにして鎮座していました。全面が白の壁で覆われた施設、教団のアジトというよりは研究所か何かのようにも見えるでしょう。実際にかすれかけてはいるか、研究所といった看板もあります。どうしますか。ここはどれ、あの掲示板で見たところじゃな。そういうことになるかな。こういうのは若者から入るべきだよな。まあそういうと思ってたって言いながら、じゃあ先に入るのかな、これは。あ、そうですね、門があって、まあそれを通って扉に行けます。じゃあ門を通って扉に向かいます。はい、どうやら鍵はかかってないようですね。じゃあちょっとふーって息をついてから扉を開けます。じゃあではアランさんは聞き耳を振ってください。おう、まあまあそうですね、中に血の匂いがすることがわかるでしょうね。ん、おい、アーベル、どうやら中からこれは血の匂いじゃの。血？ふむ、誰か怪我してるってことか。いや、そこまではわからぬ。しっかりと確認しないと。あ、だがこれは確実に血の香りじゃ。なるほど、じゃあ早く開けるぞ。おう、あ、気をつけるんじゃぞ。あ、わかった。では扉を開けますかね。はい、開けます。はい、わかりました。きーっと扉を開けば、中は薄暗くとても静かだ。人がいる気配はしない。それは不自然なほどに全くしないのだ。人の息遣い、独特の気配、それがまるでない。代わりにあるのは肩にのしかかる重厚な威圧感と鼻腔を刺すかすかな鉄錆の香り。床には濡れたバラのような赤が塗られていた。数歩進み、施設内に視線をうろつかせるが、この施設はもはや機能していない。この惨状を作り出したのは人か、あるいは神話生物か、それはわからないだろう。というところで、そうですね、一旦マップを表示します。はい。おお。外ですね。というので、ここだけ表示させていただいたというところで、まあ、この部屋を見て、部屋というか施設を見てロールプレイ。などどうぞ。正面入り口から入ってるっていう、そうですね、はい。ちょっと書いておきますね、この何があるのか。文字が小さめなので。 ありがとうございます。
ちょっと腕で鼻を隠しながら。少し匂いがきついの。ああ。血の匂いがするな。わしのことは気にせず、とりあえず中を進んでいくことにしよう。ああ、血が続いてるのか、これは。そうですね、結構血浸しって感じですかね。あ、血がビシャーってなってるのか。ビシャーって床が濡れてるなっていう感じですね。いや、なんかどっかに続いていってるとか、そういう雰囲気では。そうですね、割ともう全面的にびしゃびしゃな感じかな。あ、なるほどなるほどなるほど。1階はとりあえず部屋 A 部屋 B 倉庫が探索できるかなっていう感じです。じゃあそうだな、アーベルの背中に隠れながら背中をグイグイ押しながらあ、押すなって。でもそこに部屋があるんじゃ、まずそこから入ってみようぞ。そうだな。じゃあまあいいかな。いろいろ見渡しながら倉庫 A の方に入っていきます。部屋 A か、倉庫じゃなかった、部屋 A だ、ごめん部屋 A です。はい、では部屋 A ですね。はい、一旦マップを消しますね。カードリーダーがついているものの、はい、現在は壊れているようで簡単に開く。扉を開けるとそこは休憩室のようだ。机と椅子のセットがいくつか並べられており、冷蔵庫、その他の食料品や生活に必要なものが置いてある。しかしここも例外はなく血にまみれている。人はおらず、ただ何かがあった、その事実だけがこの惨状から得られる情報だろうということがわかります。大丈夫か。ああ、大丈夫だ。何かがあったのは確かだが、何もわかんないな。どうじゃの、なんせ聞く人がいないからの。ではそうしているとですね、ざっと見渡すと机には雑多に資料が置かれているということがわかります。神格、世界滅亡、儀式、そのような言葉が飛び交う中、気になる一文を見つけます。神格アザトースについてというものです。ここで情報をあげます。アザトース、アザトース、宇宙が始まった時から存在している外なる神の総帥。時空を超越した宇宙の中心部にあり、単調なフルートの音に合わせて絶え間なくその不定形の体をくねらせている神話生物。知性はなく、崇拝している教団はおらず、されていたとしても犯罪的狂人くらいだろう。しかし存在はしている。イギリスの小規模な魔女カルトに社会からの昆虫などが崇拝しているようだ。ここで社会からの昆虫に対してクトゥルフ神話が振れるし、振らなくても大丈夫です。どっちでも。どっちもでもいいんだ。振るか、振るか、振るか。頑張れ。うわあ、うわあ、うわあ。じゃあ二人ともわかりますね。はい。では社会からの昆虫についてこのようなことが分かっています。社会からの昆虫について、チャンと呼ばれることもある下級の独立種族。彼らはアザトースを崇拝しており、シャンの神殿や宇宙船には生きたアザトースが置かれているらしい。餌を食べる必要はなく、光合成に栄養をとっており、餌の確保の必要がない彼らは大敗にふけり、多くの奴隷種族を拷問することに時間を割いているということを知っています。最悪だね。なるほど、少しずつ分かってきた気が
するかの、うん、こういう神格だったり種族が関わっているんだろうなっていうのは分かってきたな。ああ、嫌じゃ嫌じゃ。これの部屋の情報はそれくらいかな。どれ？次の部屋に行ってみるかの。そうだな。ここら辺は、朝だからな、もう。そうじゃな。じゃあ隣は、あ、確かもう一つ部屋があったかの。そうだな。じゃあ隣の部屋に行こうか。そうじゃな。俺先に行き。あ、はい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 。はい、ではまた。アランさんがアーベルさんをぐいぐい押す感じで部屋 B に参ると、こちらもカードリーダーがではすいません。いえいえ、もうどんどんねじ込んでください。ロールプレイは楽しんではい。ではこちらにもカードリーダーがついているようなんですが、壊れて中が開くようになっています。扉を開けるとどうやらロッカールームのようで簡素な作りになっていました。いくつか並べられたロッカー、長方形の大きな机とその上に何枚かの紙、近くには数脚の椅子が置いてあります。ここで聞き耳を触れます。聞き耳なんだって。あ、聞こえない。あ、ファンブルファン、あー、どうしよう。オッケーオッケー。ファンブルというのはそうですね、あのクリティカルの反対で悪いことが起こるなっていうことですね。はい、なのでそうだな、うん、よし、わかりました。じゃあやってしもうた。じゃあアーベルさんは今はまあ鼻が効かないなって感じなんですけども、はい、あのアランさんはロッカーから異様に鉄臭さが漂ってることがわかります。アーベル、どうやら、ここが特にと言いながら鼻を隠してすごく嫌そうな顔します。特に匂うか。じゃあ、開けるか。わかりました。では近寄ると、まあアーベルさんも濃厚な刺繍が漂ってくることは、あ、そうだな、どうしよう、ファンブルだからな。じゃあじゃあ、じゃあ鼻が効かないですね。なん、どちょっと詰まったかなみたいな感じで効かなくて、まあだけどアランさんは血に慣れているし、吸血鬼なのですぐに、まあ、先に分かっていましたし、覚悟はできていたので、まあロッカーをゆっくりと開けてみても、まあ覚悟はできたんですけれども、アーベルさんはヒュッてなったっていうことにしますよ。で、まあその処理は後でやるとして、描写で言うとロッカーの一つをゆっくりと開けてみれば、そこには死体が雑に詰め込まれており、その死体の首元にはカードキーが下げられていることがわかります。ということで、まあアーベルさんはそうですね、あ、なんだろう、なんかすごい嫌そうな顔してるな、アラン。ここか、ここから、ここからか、よいし、開けるぞ、うお、したいということで。で、分かってなかったね。はい、で、産地チェックかな。1位は 1D3 とかでどうでしょう。はい、じゃあ産地チェックをまず振る。あー、よかった。じゃあ、1だ。ただ、めっちゃびっくりしたから。いや、何にも匂わないけ、うわあ
ひどいの。そういうことか。いや、鼻が悪くなってんのかな。ああ、そのようじゃの。うん。少しその鼻、ああ、どうじゃ。そいつとかと、取っ替えたらいいんじゃないか。怖いこと言うなよ。うん。でもそれぐらいお前の鼻聞いてないようじゃぞ。そうなのか。いや、自分じゃわかんないけどな。さすがに血の匂い嗅ぎすぎて変になったのか。うん、まあそれぐらい濃い血の香りがしておるな、ここは。うん。あ、で、そうじゃ、そのカードキー使えそうだから取っといておくれ。ああ、わかった。でも、スッと取ります。はい、まあ別にゾンビパニック映画のごとく復活するわけでもなくカードキーは取れますね。で、まあ、死体に医学を振ることもできます。医学は持ってないかな。一応初期値も見ますね。いつだったっけな。1だったかも。記憶が、あー、1だな。1だな、これは。1っすかね。まあ、1って、成功するときがあって。あ、まさか。そんな。いやいや、そんな。いや、わかる。えい、はい、無理。あまだいい出目だとは思うけど。そういうことは実は。あ、そういうことか。ファンブラなくてよかった。本当だよ。おっとキーパーの本音が。はい、じゃあそうですね。いや、死体かわいそうだなって思いました。じゃあ合唱して黙祷、それをじゃあ腕組んで見てますね。うんうん。あ、どうじゃ、もう終わったか。いや、待たせたな。あ、では次は、あ、倉庫があったかの。そうだな、倉庫の方に行ってみるか。うんうん、あ、そうじゃの。そうですね。はいはい、あとは、はい、まあそう言ってくるっと振り返るとですね、そのロッカールームにまあ机があるのがふと、まあこのロッカーの中の死体でうおーってなった後なので気づかなかったかなって感じなんですけど、机があって、その上にまあ紙が置いてあることに気づきますね。手で一度丸められたのか、くしゃくしゃで赤黒いシミが付着しています。端がところどころ破れているんですが、どこか大切にされてきているように思います。これはどこかで保管されてきたものを抜き取ってきたのではないかとかろうじて思いますし、まあそのなんとか読める紙を確認してみることができますが、いかがしますか。あ、こっちの方は見てなかったな。そうじゃのって、あ、なんじゃこれって言いながら、じゃあつまむようにピッと開いていきますかね。はい、まあ広げられて読める範囲なんですけども、血のついた紙はこんな感じですね。バツバツバツの将来、退散の呪文。呪文の使い手及び他の探索者には任意の値の MP のコストがかかるんですが、まあ 1D10 の小軌道喪失 MP のコストを引き換えに、まあ将来したり何かを招いたり退散するっていうことができる呪文がガッて書いてありますね。まあ、この紙の内容としてはその呪文が書いてあるなっていうのが分かります。
なるほどな。なんて書いてある？あ、どれどれ。ああ、じゃあふんふんふん、呪文か。はあ、まあこれは、うん、いつかは使えるんじゃないか。だよな。まあ知らんけどな。ああ、使う気はなさそうな、やる気がなさそうな。そんな言葉に聞こえたが、まあいいか。ほらほら、では次のところに行ってみるぞ。いや、はいはい、じゃあその呪文を持って行くかな。はい、じゃあ次はそのまま1階の倉庫に行く感じですかね。はいはいはい、ではちよいしょ、倉庫。はい、マップを消します。で、まあここもカードキーなくても開くんですけども、薄暗く埃が漂っている、あまり立ち入れられてないのかなって思うような倉庫ですね。雑貨からおそらくは不要と判断されたのであろう何に使うのかよくわからんものまで、いろいろなものがあることがわかります。こちら幸運成功で好きなものが一人一つ手に入ります。やったね。え、何がいいかな、何がいいかな。あれだな、あれ、応急処置の、あ、救急セット。あ、いいね、あれが一番大事かも。確かに、確かに。それが一番大事。大事大事、命大事、命大事に。あとはまあそうですね、かな。じゃあそれを狙って幸運を振ります。はい、じゃあアーベルもそれを狙って幸運を振ります。おお、よし、いいですね。ふん、おお、お二人とも救急セットっぽいものが、まあ、二人分割ときっちりあるのが分かりますね。ん、でも応急手当って違う、救急セットって私多分あんまりシナリオで使ったことないんですけど、うん、あの回復をプラスさせるようなものですか、もしかして。あー、まあなんか物に、まあ、ハウスルールによるんですけど、結構なんかそうだな、あの固定値プラス1とかもあったりする。二択かな、なんかその台数にプラス、うんうんうん、ダイスの判定をこうプラスさせるか、なるほど、なんだろう、回復量をプラスするかの2択だったりすることが多いのかな。じゃあ私はそうだった、はいはい、なるほど。じゃあどっちか選べるようにしましょうか、この時場合によって。わかりました。やった、多分これこのシナリオ、その作者さんもこういうさっきのダメージに選べるようにしてたんで。じゃあ救急セットの能力を書いているので、これを見つけた時の2人の反応とかありましたらどうぞ。お、ああ、こんなのがあったと言いながら救急セットを持って倉庫の入り口の方に来ますが、しかも2つもあるの。あ、ちょうどいいな。じゃあ1つずつ持っておくか。うん、そうしよう。こうやって、あー、どこで持っておこうかな。
しょうがないし、戦闘が始まるまではお主に持っといてもらおうかな。ああ、そうか、ああ、俺は荷物持ちか。ああ、はいはい、そうですね、わかりましたよ。はい。ん？荷物持ちというのは少し悪い表現ではないかの。あれじゃよ、あれ、私のためにどの道荷物持ちやの。ああ、そうだろ、そういうことだろ。ああ、なんかちょっといいような言い方をしようとしたけど、そういうことだよな。うん、そういうのは喜んでやるものじゃぞ。ああ、そうか、そうですか、はい。ああ、喜んでるな、わーい。はにゃって顔で見てます。あ、はいはいって、じゃあ救急セットをブンって取って早く行くぞ。うんうん、満足そう。はい、救急セット2つもある、やったじゃあ両手に救急セットを2つ持ったエクソシストとその後ろをついていく吸血鬼。バサバサ。という2人で、よいしょ。ではそのまま倉庫出てる行くって感じですかね。そうですね。はい、では廊下に乗って、1階はだいたい調べるところは調べたかなっていう感じですかね。うんうん、じゃあ周りを見渡しつつ、まあ1階は全部見たか。うーん、うん、そのようじゃの。うん、じゃあ次は2階なのか、地下1階なのか。うん、そうですね、階段がこの、マップの上の方に階段があるなっていうのは分かるでしょうね。じゃあ上に続く階段があるっていう感じなのかな。そうですね。じゃあまあ大体見たし、上確認するか。うん、そうしようかな。はい、ではよいしょ。2階に上がっていくと、下の階と変わらず辺りは血にまみれていた。しかし死体はやはりどこにでもなく、嫌な静寂が広がっている。広い廊下が続いており、気になる部屋は資料室、それから奥の部屋だ。奥の部屋はそこだけカードリーダーはなく、鍵穴があることが見てわかるということがわかりますね。やっぱりここも血まみれか。うんうんうん、はあ、慣れているが少し困るの。うん、まあでも弱音とか吐いてらんないよな。それもそうじゃの。どれ、まずは気になるところはあるかの。まあ端から当たっていくのがいいんじゃないか。うんうん、と言いながら、でもこれ扉、ここに部屋がありそうだけど、扉がないってことはここに部屋はないのか。そうですね、奥の部屋はまあカードリーダーはないんですけど、鍵穴だけありますね。倉庫と奥の部屋、なるほど。資料室？資料室？あ、間違えた、ごめん。よいしょ、ここ先週します。はい、チョキ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 。はい、資料室と奥の部屋です。じゃあ資料室から行くか。あー、どうやらたくさんの情報がありそうじゃが、行ってみるかの。ガチャ。はい、ではまあそのままだと開かないんですけども、まあカードリーダーがあるので。あ、そうですね、ガコン。あ、開かねえ。
って言いながら、あ、これかってさっきのカードを取り出し当ててみます、うん、じゃあそうだな、ピローンってなんか音するかもしれないですね。ちょっとまあひび割れた音かもしれないですけど、音が開いてシュンとドアが開くことができることでしょう。はい、本が所狭しと詰められた大量の本棚たち、それから部屋の奥に佇む既製の机、比較的新しく見える本棚にはありとあらゆる資料が保存されていた。人の出入りは少なかったのか、多少の血が広がっているものの、この部屋は他の部屋に比べて随分きれいに整っているということがわかります。ここは少し綺麗だな。やっと一息つけるような感じじゃ、うん、それで何かあるかな。そうじゃの、たくさん本があるの。あ、これは時間がかかりそうだ。うんうん、ではそこで、そうですね、大量に本があるので、そこからいい感じの本を見つけるために図書館が触れます。よし、振るぞ。頑張れ。ウェーイ。お、成功成功、二人とも成功。えらい。のでえらい。では一冊気になる本を見つけますね。あ、本というよりは誰かの手記のようなものに見えます。誰かの手記は、その最初は一日ごとにその日あったことをメモしているようで日記として使われていたようなんですが、後半になると乱雑に文が書き記されていました。混沌を呼び覚ます者、いかなる乗名者の目もその顔を見ることはない。これだこれだ、見つけた見つけた、計画の実行を早める。情報は以上です。なんだこれ。なるほど、早めた結果このような状態になったということかの。そういうことかな、はあ、迷惑なもんだ。どうじゃアベル、他に何か見つかるものあるかの。そうですね、では部屋全体に目星をすることができますね。なるほど。あーあわわわわ、あげげげげ、あいや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 、にゃーんにゃーん、見えない、にゃーんにゃーん、これどうしよう、目がにゃーんにゃーん、これどうしよう。よし、そうだな、そうですね、キパごめん。いいよ、じゃあそうだな、うん、ではじゃあデメ高いしアーベルくんかな。じゃあ鍵、はい、そうですね、本棚の隙間に隠されるようにして一つの鍵が置かれていることに気づきます。そこでまあどこかの扉の鍵ではないかなと察することができるんですけれども、そのそうですね、鍵を取ろうとしたら、だいぶそうですね、ちょっと位置が悪かったのか、めちゃくちゃ埃が詰まっていてですね、この引っ張り出した瞬間にバッファーっと埃が目に吹きつけてきて HP マイナス1です。あ、目が。おい、大丈夫かアベル。いや大丈夫だけど、いや、かなり埃が立ってんな。ほんとじゃ、お主が触ったところから真っ白なモクモクが。やめろ、実況すんな。お主なんだかいつも災難じゃの。いや、それあるがゆか。あ、はて。あ、自覚がないと。あ、そうですか、はあはあ。
ほんで何を見つけたんじゃ。ああそうだそうだ、鍵があった。うん、鍵。ああ、さっき奥の方に部屋があったか、そういうのに使うものかの。そうだといいな。そうだといいな。そうだといいな。いやで、この部屋も埃っぽいし、だいたい見たか。うん、そうだとわしは思うぞ。じゃ出るか。かわいそう。よし、ではそうですね。あ、間違えた、ここじゃねえ、こっちこっち。ということで、あとは奥の部屋があるなっていうのがありますね。鍵穴だけがある部屋です。じゃあこの鍵がこの鍵穴に入るのかって言いながら刺します。はい、では鍵はガチャリと開きますね。あー、開いた。そのまま入る感じですかね。入ってみましょう。はい、はい、では何か実験にでも使っていた部屋なのだろうか。手術台にあらゆる実験器具から普段目にするようなことのないような器具、一見してみればただの工具に見えるが、血がべっとりと付着したそれらを見れば用途は医療器具でないことは明白だ。床や壁にも血が付着しており、壁は倒れ、蛍光灯は不気味にチカチカと点滅を繰り返している。で、そんな部屋に入りました。やけに不気味だな。具合が悪いの。それで、何かあるのか。そうですね、まあ探索箇所として挙げられるのは棚か机か壁ですね。じゃあ棚から見ていくか。はい、ではまあ、棚は何かの薬品から書類まで雑多に物が置かれています。しかし表面のガラスは割れており、薬品の瓶も床に転がっているため、何者かが争っていたのではないかと思います。ここでそうですね、薬学が触れますけど、ないかな。ないよ。ないね。そうだな、まあ知識の4分の1とかでもワンちゃん試してみるのもありかもしれないし、食らなくてもあり。振る。ではさ、振れるものは振ろう。そうだ、振れるものは振ろう。よいしょ。ちゃちゃちゃ。うおー。うわー。あ、振れてない。あ、なんか何がいけないんだこれ。どうだろう。これじゃないのか。あ、くれないっけな。同じことした。くれないのか。通知だけだったら触れたりしないかな。触れないのか。なんだって。なんだって。じゃあ読んで終わったら何になるんだ。割り切れないな。割り切れない。切り捨てで16かな。そうですね。アーベルさんは17か。わからぬ。17。でも割といい値になってますね。そうですな。ああ、全然ならない。わからないですね。なんか薬がいっぱい並んでいるなって感じですね。薬がいっぱいだ。そして何かが暴れたのか、誰かが暴れたのかわからぬが、ああすごいことになっておるな。何があったんだ。わからぬ。
と言いながら、じゃあ机にも行きます。うん、はい。では机は束になっている資料が乱雑に置かれている。その表紙にはレナトゥス計画と題されたメモの束が置いてあった。どうしますか？手に取ります。はい、取ります。ではメモの内容を読み上げます。神話生物という存在について一度人類は考えを改める必要がある。本来我々人類というものは矮小で、神にとって取るに足らない存在であるべきなのだ。しかし今の世界はあまりにも神々を軽視した光景が広がっている。その発端は神話生物対策課と呼ばれる神話生物に対する調査などを行う存在だ。10年前に設立されたあの機関のせいで我々の神々への信仰が薄れ、恐怖するものは少なくなりつつある。今の世界、これはあるべき世界の形ではない。我々は全てを一度無に帰し、そして生まれ変わるべきである。世界は再生を繰り返す。過ちを犯したこの世を神はきっと許さないだろう。この世界に白痴の魔王アザトースを招来する。そして我々の悲願は達成される。計画実行日は10月31日。我々の未来に祝福を、という内容で随分前にまとめられたものだとわかります。これがその計画か。そうじゃんの。10月31日。今日何日だ？今日は10月25ですね。ですね。ですよね。確認します。10月25です。なるほど。ま、わからんの。まあなあ、これが今の計画なのか、それとも失敗した前の計画なのかっていうのもよくわかんないしな。まあ随分前にまとめられたようだし、最近のことではないとわかるが。うん、まあでもわかんねえな。次調べるか。そうじゃんの。ではそうですね、あとはまあ一見普通の壁に思える壁があるかなって思うんですけど、アイディアが触れますね。アイディア、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 おーおーおー。ではそうですね、まあ壁を叩いてみると一部薄くなっているようなことがわかります。なんか薄くないか。どれどれ、本当だな。トントントン。そうですね、そこをまあ詳しく叩いたりとか調べたりすると、どうやらそれは仕掛けになっていたようで、扉が現れますね。え、なんか開くのかこれは。開くんじゃないのかって言って、じゃあじゃあって開けようとします。開きます。開いた。おう、開いたの。で、あ、そうですね、開くとそこから上へと続く階段があります。うん、まあ行くしかないか。うん、進んでみようかな。はい、では登った先にあるのは一つの扉。鍵のかかっていない扉に手をかけ、広がった光景は開けた屋上でした。赤い月夜がきらめいている。晴れ渡った星空に肌を刺すような風が吹きすさんでおり、夜空の中3人のフードをかぶった人物がいた。その足元には広がる赤の獅子類々が広がっている。血よりも濃い死の匂いに思わず吐き気を催してそうになるかもしれない。君たちが入ってきたことに気づいた彼ら、
おそらくこのカルト教団の信者であろう人物たちは嫌に冷静に探索者たちを見つめる。しかしその瞳には確かに凍える静かな殺意がありました。ということでここから戦闘に入ります。わあ。ということでここをそうですね、戦闘開始前に目星を行うことができます。よし、目星、よしよし、よしよし、はい、ではお二人とも気づくことでしょう。転がる大量の死体の隙間から魔法陣のようなものが見える。おそらくここで何かを召喚するための儀式を行おうとしていたのではないかと思われます。ん、なんじゃあれ、あの足元見えるか。ああ、見える。ああ、儀式、とりあえず止めた方が良さそうじゃな。そうだな。では戦闘に入ります。よし。でこちらはそうですね、デックスがお二人の方が高いのでお二人からのターンになりますかね。よしよし、任せた。じゃあということで拳銃をぶっ放しますか。はい、誰に撃ちますか。3人いますけど、誰がいいかな。じゃあ一番右で。はい、信者団だ、団かな、信者さんですね。はい、信者さんで。はい、ぶっ放し、お、成功ですね。じゃあ、はい、回避、こいつもしかして、もしかしてこいつ、こいつ回避がない。よし。では何、そのままぶっ放しちゃって、そうですね、多分儀式の召喚の召喚をまあ守ろうとしてるんでしょうかね。なので回避はしませんので、最中か、はい、そうですね。なのでそこからそのままぶっ放すことができます。はい、おりゃ、 ではそうですね、信者さんはちょっとうぐって感じではあるんですけども、まだ召喚をの儀式をできるような感じですかね。あ、間違えた、こっちかお前。よいしょ。ではそうですね、ここからアランさんのターンでお願いします。はい、どうしますか。そうじゃの、とりあえず影詰め行くかの。わかりました、対象は誰にしますか。うん、信者さんで。はい、フルボッコ、フルボッコで、どうぞ。お、エクストリーム性、いいですね。ではそのままダメージの方どうぞ。はい、おお、ではい、じゃあそうですね、鍵爪でその体をバシャッと貫き、信者さんは崩れ落ちていきますが、このそうですね、信者、他の信者1と信者2は全然その手を儀式を行おうと続けている様子で、まあそれで手を止めたり、貴様何をみたいなことは全くなく無言でですね。怖い怖い怖いね。ではということがわかります。ではじゃあ1からいくか。信者1、攻撃対象は
じゃあアーベルさんに対して攻撃方法が2、わかりました。じゃあなんかはしてるんですけど、なんかブツブツ言ってるんですけども、特に直接何かをしてくるというわけではないようですね。して早くした方がいいかもな。では、うん、信者2くんのターンです。攻撃対象は、おお、ちょうど一人一人にやってる。あ、1ということで、ではじゃあ、ナイフを持って一生懸命攻撃しようとしたんですがダメだね。翼をローブが長かったかな。うん、ちょっとこけかけてグラグラしてる感じですかね。こちらのターンは以上です。はい、じゃあ拳銃いきます。はい、いけー。おー、いいですね。はい、そのまま誰に、はい、ないんだ。あ、そっか、そうですね、振りはしないかな。じゃあ1で1で、はい、なんかブツブツ言ってる方で、はいはい、どうぞダメージの方。おら、おお、これは気絶ロールじゃないか。一旦 HP を減らします。まあ、ダメージが最大の耐久力の2分の1以上になったので、コンロールで失敗すれば意識不明になって戦闘不能状態になりますね。ので、忍者の幸運は50か。ワンチャンいけそうではあるかな。これで。よし。あ、大失敗。よし、じゃあそのままなんかブツブツ言ってたんですけど気絶します。ということで残ったのは一人だな。うん、ということで、ふむふむ、次はアランさんですね。そうだな、ここまで来たらもう一回鍵爪でいきます。はい、では対象は2。はい、どうぞ。はい、よし。あー、大成功。ではでは、うん、ダメージもどうぞ。ほい、おお、でもこれも半分えぐってますね。コンロール祭りだ。よいしょ。ではまずは HP をマイナス6にします。わあ、ゴリゴリかわいそう。よいしょ。では50でコンロール。よいしょ。あ、失敗、ダメだ。じゃあ信者はバタンとね、2人の倒れる信者と1人生き返った信者、2人を制圧することができ戦闘が終了となります。よしよし。ではカルト教団の信者たちを倒したことにより儀式は中断される。彼ら3人はおそらく教団の最後の生き残り。君たちの働きによりカルト教団は壊滅し、神の将来を寸前のところで止めることができたのだ。これで世界は救われる。その小さな手でこの時代から続く未来をつかみ取ったのだ。ということで、そうですね、戦闘が終了してからお二人は何かしたりとかしますかね。うん、まあなんだろう、魔法陣かなんかを確認しに行ったりはします。そうですね、まあ魔法陣からなんか光が出たりとかはなく、
途中で中断されたんだろうなっていうのがわかりますかね。大丈夫か、これでいいのか。どう、まあ終わったということで合ってるんじゃないかの。ああそうか、じゃあこれで任務完了ってことか。意外とあっさりしていたな。どう、あっさりしておったの。うん、まあでもここで、うん、まあうだうだやってても仕方ないし、報告をしに帰るか。めっちくそこそこ活躍したから疲れたのああいつもそのぐらい活躍してくれれば俺も楽なんだけどな。あー聞こえんの、帰るぞはいはい楽なんだけどなあーあー活躍してほしいな相方に。あーもっと活躍してほしいな。あーなんだか老体が答えてきたの。あまあこれぐらいにしとくか。うん帰るぞああ、まあ生き残ってる人はいないよな。まあ気絶してますね2人は。ああそっか、ああそうか。じゃあこうお縄につけてはいはいはい、ぐる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 にして話が聞けるか。そうですね、今は多分気絶しっぱなしかな多分。まあさすがに殺すことはしないと思うからまあ持って帰るか、持って帰るって言い方おかしいな連れて帰るか。そうじゃの、まあその方がいいかもしれんの。一人担げるか。うん聞こえんぞ。担げ、嫌じゃ嫌じゃ、担げ嫌じゃよ、これも仕事だろ。うーんしゃないのかわいいね。これ今 STR15 も減ってるんだからそうです二人は担げねえぞ。まあこう見えてわし、お主より大きいしまあ長生きしとるし。あーじゃあ2人ぐらい担げるんじゃないか。それは無理じゃあーそうか、まあ1人担いでくれるだけでありがたいよ。はいよいしょつい、じゃあ帰ろかな。そうだわ、はい、よったよったよった多分2人ともヨタヨタかな。ヨタヨタ、1人は確実にガチだと思われるが2人目はさてさてな、という感じで、まあ資料や証拠品の押収とかもしなきゃいけないので一度2人は施設の中へと戻っていくことでしょう。そうですね、じゃあよいしょ、うん、ではじゃあアランさん、あなたの端末に連絡が入ります。確認してみれば所長からの連絡のようです、うん、出ますか。出ます。はい、では出てみればですね、不快なノイズの音の中にかすかに声が聞こえてきます。その奥には悲鳴、怒号、何かの崩れる音が聞こえてくる。エルカ、聞こえるか。アーベル、アラン、今すぐそこから離れろ。教団の狙いはその神の将来ではない。そいつに神格を呼ばせるのが目的だったんだ。まだ生きているなら逃げろ、今なら間に合う。そいつはもうすでに、といったところで
通信は物理と途切れます。切れ方からしておそらく向こうでもよからぬことが起こっているのは確か。そして自分たちの身にも。アーベル、聞こえたか今の。ああ。とにかく逃げた方がいいってことだよな。ああ、そうみたいじゃ。走るぞ。おう。じゃあ、こっちは飛ぶ。バサバサ。あ、そうか。それがあった。だったったと。ではですね。それに呼応するように突如轟音が響き揺れが起こります。棚や天井の蛍光灯が割れ音を立てて落ち光が消え闇が広がる。ブツンと光が途絶えたこの施設の中には知らない音だけが聞こえ始めます。この音は地震だろうか。地震にしてはやけに不規則的でそして止まる気配がない。外を見ることもなく脳が理解しろと急かしてくる。これは足音だ。君たちは直感する。これは神話生物のこの地を踏み荒らす化け物の歩みだ。そしてあなたたちは外へと走り抜けることができますでしょう、では外を開き外の様子を確認する。森の山奥から見渡せる街の風景、それは一言で端的に言うのであれば地獄。人々は悲しみと絶望、恐怖、そして諦め、その表情と苦悶、苦痛の叫びを浮かべ、逃げ惑い、泣きわめき、そして蹂躙されていく。人々だけではない、異形、異種族の者たちも立ち向かいは潰れ、同じように殴られていた。この数百年の間守り続けた、すべての希望、すべての進歩、すべての世界をあっけなく、ただ少しあくびをしただけで、何千何万もの命が砕け散っていく。過去世界滅亡なんてものを予言した人間もいた。くだらないことを言ってくれたなんてことを思うかもしれない。たとえ予言などしていなかろうが少なからず神話生物が存在する限りこの世界が壊れてしまう可能性は十分にあるのだが、平和と滅亡、手を離してしまえば失われるようなギリギリの均衡を保った状態が少しの圧力をかけただけですぐ崩れてしまった。ただそれだけだった。神話生物対策課への連絡はつながらない。この場所で神が暴れているのなら向こうは一体どうなっているのか。喉は息を拒むようにその呼吸さえも喰らい、じわりとまとわりつく空気が君たちを支配する。産地チェック 1D6 プラス1 or 1D10 プラス1です。おお、成功。じゃあ 1D6 プラス1ですね。おおこの二人、この二人偉すぎる。偉いな。よし。そうですね。そんな中で二人はどのような反応をするでしょうか。何が起こってるんだ。もしも長く生きてきたが、このような光景は初めて見る。俺たちは失敗したっていうことか。そんな。そう会話しているとですね、ふとこの混乱の中、最奥の中心部に目が行ってしまうでしょう。そこに鎮座するは黒く生んだ可塑性の塊だった。常に激しく噴出し炸裂し、少量の泡立つ溶岩のような物質を吐き出し
狂乱する世界の汚れ、泡立ちひどく燃え盛る体は視界を焼き尽くさんとし、眼球の奥底から体を打ち解かすように身を熱く焦がしていく。その海のような体は奥深くから太鼓を打ち鳴らし、一つのそして全ての混沌を呼び覚ますための不気味な音を奏で始めた。混沌を呼び覚ます者、知られざる世界の主を目撃した探索者は 1D5 オア1D50 です。ええ1D5 産地チェックオア 1D50 です。おお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 うわちょっとではそうですね、 1D50 をお願いします。いや全然ね、5以下になる可能性だってねあるしね。何を言っているんだにゃーんにゃーん、あー真ん中にゃーんにゃーん、ふむふむ、ゼロではないな。うんうん、ではとりあえずとりあえず減らしてじゃあ不定のロールいきますか。不定の狂気は1日に現在小気度ポイントの5分の1を失った場合、回復までの期間が定まらない不定の狂気に陥ります。ということで不定の狂気はよいしょ、あまり 1D10 をお二人とも振ってください。あ、そうだな。確かコマンドがあったはずだからそっちの方が分かりやすいかもしれないです。これですね。BMS っていうやつをお二人ともやってください。あまり。はいはいはい。盗難受けてる。まず、そうだな。まず、じゃあ、アランさんの方は、サマリー、マニア。探索者は新たなマニアを獲得する。マニア表をロールするか、キーパーがどれか一つ選ぶ。この狂気の発作の間、探索者はこの新たなマニアに完全に溺れているだろう。これが他の人々に気づかれるかどうかは、キーパーとプレイヤーに委ねられる。ということで、これも多分新7版で新しくできたものなんですけれども、何かがめっちゃ大好きになるやつですね。で、どうしましょうか。こっちで決めちゃおうかな。うん、それでいいと思います。はい、ではマニア表がすごいんだよなこれ。いや、すごいよね。1から100まであるんですよ。おで、それがいろんなマニアになっていっぱいなので、そうですね、いっぱいあるな。このついえてしまいかけているこの新技術とかを見ていて、新技術への執着としてテクノマニアっていうのがあるそうで、はいはい、とかどうでしょうか。テクノマニアいいでしょう。あります、うん、では一旦テクノマニアが7時間か了解です。では一方のアーベルさんはそうですね、多分今の時点では、はい、多分盗まれてはないと思うんですけど、はいはい、そうだな、この時間が経った後でどうなってるかなっていうのはキーパーが考えておきますね。お願いします。はい、お願いします。はい、ではそうだな、じゃあアーベルさんはまだ多分パニックにはなってるんだけど、まだそうだな、意識がちょっと遠のいてるかもしれないですね、アベルさんは。うんうん、それでアランさんはこの突きかけている新技術に対して
異常な執着を見せるようなロールプレイですかね。はい。では一旦どういう風になるのかなっていう。いや、無茶にしてしまった気がするぜ。だよな。どうしようかな。端末とかを異様にギュッとしたりするかな。自分が持って。そうですね。ギュッとしたり、なんか言葉には出さないけど手に取ってジロジロ見たりとか、あんまり注意力散漫な感じにはなりそうだなっていう感じですかね。そうですね。アブルさんは意識が遠のきかけていますね。いや、ちょっとフラフラしてます。そうですね。おっとっとっと、で、2人は、意識が遠のく中で、そして技術に新しい費やしかけている新技術にすがる中でも、君たちは思考する。絶望の状況でさえも脳は正常に働き、判断を下す。今この状況を打破できる術を持っているのは誰だろうか。この世界を守れと救えと命令されたのは誰だろうか。この怪物が町へと降り立ってしまえば、君たちは愚か、町だけでもなく世界さえも終わってしまう。それを唯一救えるのは、君たちはなんとか自分の遠のく意識から、そしてすがっているものから目を外して、お互いに視線を交錯させることができます。目の前にいるのは魔の者を倒すべくして生まれた存在、エクソシスト。隣にいるのは魔そのものである吸血鬼。目の前にいるのは影として生まれ迫害され生きてきた存在、吸血鬼。隣にいるのは忌むべきもの、エクソシスト。だがそれは過去の話。周りが何を考えていようと、隣にいるその天敵であるべき存在は、この一年バディを組み、背中を、そして命を預けてきた仲間だ。すがるものなどなくてもいい。この最低で最高の相方に背中を預け、世界を救う。ただそれだけだ。ここからあなたたちは一時的に狂気が回復し、世界滅亡をかけた神話生物との戦闘になります。お、はい。なので一時的に、そうですね、狂気の発作は収まります。なんとかしなければという気から。そうですね、回復はしないものの、戦う意思でなんとか持ち直すことができるという感じですね。はい、ではここから戦闘となります。よし、やるか。やるしかないな。はい。そして戦闘を開始した後なんですけれども、戦闘開始後、先ほどまでは繋がらなかった端末にですね、途切れ途切れですがアルテアから通信が入ります。そちらは大丈夫か。大丈夫だが、目の前にとんでもなくでかいやつがおる。そうか、増援は呼べないのだが援護はできそうだ。少し持ちこたえてくれ。はあ、助かる。それでは戦闘が開始となります。そうですね、お二方から先かな。早い。おおお、神格イクナ軍ニスススズさんからさんとの戦いです。言いにくそう。言いにくいよ。え、どうしたらいいんだ。普通に拳銃撃てばいいのか。そうですね、撃つことができますかね。また、まあ、他にもプロテクトとかも使えますね。ああ、プロテクト使うか。はい。いや、先に使っといた方がいいよな。プロテクトのという特別技能をもう一回説明しますと、自分の周りに MP1 と引き換えに防護壁を張りて
攻撃を防ぐことができます。 1D6 プラス1の装甲ができるが、攻撃された分割れていき、装甲がなくなれば壊れる。かけ直すことは可能だが、重ね掛けはできません。じゃあプロテクト使います。はい、どうぞ。はい、うわあ、嘘。マジか。ではやはり何であっても失敗だからな。ファンブルじゃないから大丈夫ですよ、きっときっと。ではそうですね、なんとか旧狂気から抜け出したものの、その心が少し震えていますね。のでプロテクトをかけ損なってしまう。手が震えて、ってやってます。じゃあ我がどうにかせんとな。やるか。そうですね、吸血鬼さんは鍵爪も使えますし、その他の特殊技能とかも使うことができますね。いけるかな。ドキドキ。吸血を行いたいと思います。はい、これはアーベルさんにですかね。そうですね。はい、アーベルに吸血だ。成功しろ。よし、成功ですね。ギリギリ。こちらの技能の効果としましては、攻撃技能に、アランさんの攻撃技能にプラス10、ダメージを2倍にすることができます。また他人の MP を 1D6 吸い取ることも可能で、なんですがアーベルさんの MP 吸ったりしますか？吸わないです。はい、ではどんな感じで吸血しますかね。描写もよろしければ。どんな感じ。じゃあちょっとまだ集中力がなさそうなアーベルに向かって、おいアーベル、少しもう少しだけ集中してくれんかの。はあ、まあいいわ、たまには私も少しだけ頑張ってみるかの。そのためにもちょっと借りるぞ。と言って、じゃあ首元かな。首元からちょいと失礼しますよ。はいはい、そうですね、成功いたしましたので、このアーベルさんの首元も多分襟があると思うんですが、それをペロッとして血を吸い出し、そうですね、血を吸うことができるでしょう。ということでここから攻撃力がアップします。さらに、おお、ことで次、そうですね、次回からかな、次回から攻撃技能がプラス10、ダメージを2倍にすることができます。よしよし。では続いてイクナグニススズさんのターンです。言えたぜ。ではあれ、いかないな。95、やば、いかないな。うわあ、うわあ、ので、うわあ、なんですけども、このダメージはですね、一番最初の方の2つだけがそれぞれの探索者にダメージがいくっていう感じなので、これは HP マイナス1ずつですかね。なるほど、なるほど。あとは町に全部ダメージがいってます。あーあーあー、なるほど。じゃあ1か。では次のターンに行くんですけれども、攻撃を与えてそれを繰り返していく。それでもたったひとなぎで山は燃え、街は壊れていく。その時アーベルさん、
あなたの所持する太陽のロザリオが光を帯び始めます。アルテアの言った援護は行う、その言葉がよみがえる。その光は闇に対峙する君たちを包み込んでいく。不思議と守られているような、そして力が湧いていく感覚がする。ここからロザリオの持つカゴにより、あなたたちの攻撃は数倍の威力になります。どちらかの探索者が幸運を振ることによって、失敗で3倍、成功で4倍、幸運、クリティカルで5倍のダメージを与えることができます。おお、どっちかが振るのか。幸運は80です、私。70です。よろしくお願いします。はい。まあ、そうですね、最初に振っていただく感じかな。よいしょ。ですね、クリティカルではないけど成功なので4倍の威力ですね。ダメージにかける4することができます。ということで続いてアーベルさんのターンですが、いかがいたしましょう。もう一回チャレンジする行ってみる行ってみる行ってみるか。いや、さすがに1回は使いたいという気持ち。じゃあ、プロテクト。おお、成功しましたね。じゃあ、この攻撃の威力だから、プロテクトには使えるのかな。でも、力が湧いてるはずなので、増加することにしましょう。そうですね、よしよし。じゃあ4倍はさすがにちょっとあんま多いんですけども、プロテクトが 1D6 プラス1にプラス4しましょうか。はい、じゃあ固定値で部屋。おお、だいぶ強い。7ではアーベルさんは7の装甲を手に入れることに成功するんですが、はい、きっとそうですね、これから先の未来を歩いていきたいという思いの表れでしょうか。同時にアランさんにも同じ7の装甲がつきます。おー、わー、やったということで、そうですね、続いてアランさんのターンですね。返す。よし、久しぶりの血は美味だったからの、少しだけ頑張れそうな気もするし、そうじゃないかもしれないがとりあえず鍵爪かの。はい、せっかく血を分けたわけだから活躍してもらわないと困るんだけどな。ん？なんじゃその挑発的な目は。あ、ま、成功するし。嘘でしょ。じゃあ、あ、成功するんだもんな。そうですね。あれ？あれれ？あれ？鍵爪が、そうですね。からぶっちゃったかな、はい、ちょっとミスっちゃったかも。まあでもファンブルではないのでやばいことは起きないでしょう。はい、あとは任せた。はい、この吸血は攻撃技能にプラス10っていうのは鍵爪には入らない。入るん…あ、そっか、つまり自動成功。あー、そういうこと。そうじゃん、本当だ。やった。ではそうですね、なんとか空振りかけたんですけどアーベルの血に訓練されたのか、そのまま勢いよく方向を変えてザシュッとやることができるでしょう。ということでダメージをどうぞ。ですね、とりあえず一旦 1D4 で出します。はい、
よいしょ。ふむふむ。で、これを吸血の効果で2倍にすることができます。10ですね。で、その10を4倍なので40ですね。えらい。つまり、こういうことですね。よしよしよし。40だった。あ、そうかそうだね。そういうことか。ですね。すげえ。続いてイクナ軍ニススズズさんのターンです。毎回挑戦していくぞ私は。はい、ではよいしょ、落とし子を来たすかな。結構しちゃった。すげえ。よいしょ、よいしょ、よいしょ。おー、そうですね、これもみこみなんで、多分これも最初の1、2個が探索者へのダメージかな。次のラウンドで体への飲み込みって書いてあるんで、多分飲み込もうとしてきますね。のでこの君たちと町へっていうカウントでいいのかなこれはっていう思という扱いにします。このタクはシナリオ制作者さん、ちょっと違ったらすいませんというので最初の1、2なので3と5をそのままハンドアウト1、2に割り振ってマイナス3とマイナス5でどうでしょうか。はい、はい、じゃあこれは走行の方削ればいい。そうですね、生きてます、走行は。マイナス5。よし。では、そうですね。次にアーベルさんのターンです。ここでプロテクトは重ね掛けができないので、完全になくならないと使えないっていうことを言っておきます。はい。じゃあ、拳銃をぶっ放します。はい。お願いします。拳銃、あ、そうだ、幸運ロール忘れてました。いい、おー、ぴったり今振れば大丈夫です。いい、すいません。あ、でも3倍だ。あ、3倍です。大丈夫大丈夫。なので、そうですね、また射撃のダメージをお願いします。はい、じゃあ120。ほらでは、9ダメかな。ちまいいんだよ。てか、ごめんね、ごめんね。いや、アランさんがクソデカバフを持っているんでだけなんで、別に全然沈黙はないんですよ、これ削ってるのでね。はい、ではわしの、はい、鍵詰め参ります。はい、せい、おお、成功。おお、でダメージですね。プラス10なので 3×2 の 6×3 18かな。18です。よいしょ、失礼いたしました。いえいえ、ありがとうございます。よいしょ、これで半分いきましたよ。ということで
続いてイクナ軍ニススズズさんのターンでございます。よいしょ。ではこれ空白忘れちゃってた。はい、これをこうして、うん、ふむふむ、えい、あ、マイナス3、マイナス3なので装甲のアランさんは装甲が溶けて HP マイナス1までいくかな。はい、感じです。はい、では5ラウンド目かな。続いてアランさんのターンになります。あ、違う、アーベルさんのターンで幸運をアランさんが振れる。はい、いきます。幸運が低いんだ。低くはないんだぜ。あ、低くはないね、確かに。70あったら低くない。より高い人がいるだけなんだ。より高い吸血鬼がいるだけなんだ。そう、そんな吸血鬼は4倍の成功オッチを出した。ということで、よしアーベルさんのターンになります。はい、じゃあぶっ放します。はい、いや、あっ、あーあー、来てるな。デミ洗っとこう。ではそうですね、外しますね。はい、では続いてアランさんのターン。はーい、鍵詰めいきます。はい、フィア、おお、いいですね。ではダメージもお願いします。はい、3なのでかける2かける3ということは6×6=24 ですかね。そうですね、はい、はい、お、割と人間に近づいてきました。 HP がだんだんと、いいぞいいぞということで、イクナ軍にススススさんのターンです。裏ではめちゃくちゃにダイスが現れております。何度も厄払い、厄払いするために何度もダイスをこっそり振るという手段になります。なんだこの解説は。よし、いきます。あ、これはこれでこうでこうでけ。うわ。じゃあこれはギリギリ半分えぐられますかね、 HP。 そうですね、お二人とも、そうなっちゃうかも、そうなっちゃうかも、6だからコンロール二人ともかな。怖い、怖いな、怖いな、怖いなぁ。コン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 、おいくつ？50と55？これか、あれ、努力って、あった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 。ふぅ、ふぅ、振るか。じゃあ振ります。はい、いや、よし、終わった、セーフ、セーフ。アランさんはギリ、もうギリダメかな。お願いします。おお、おお、二人ともかつる。ではなんとかショックに耐えることができました。立ってる、立ってる。よかった、よしよし。いや、あのキーパーも手の触れてるからね。では
ターン回ってアーベルさんのターンですね。はい、じゃあ幸運からだっけ。そうですね。あわあわ、はい、呼ばれました。どうぞ。よしよしよし、お成功なので4倍のダメージを与えることができます。これはプロテクト使えるんですか。使います。あ、そうだ、 MP 減らしてない。あ、そうですね。もうとりあえず振るか。さすがに成功。さすがにので 1D6 プラス5かな。 1D6 プラス5、コピペができないか。 1D6 プラスの5か。6。いいですね、うんうん、いや、お二人とも走行が6つきます。はい、ありがたい。よいしょ。そう、アベルさんは MP も2減らしてもらえるとありがたいです。はいはい、ゆっくりどうぞ。はい、これで減ったはず。はい、いいですね。はい、 OK です。続いてアランさん、お願いします。はーい、行け影爪。おお、よしよし、いけダメージ、いけ。おお、でかいでかいでかい。え、いいんじゃない。14かける幸運成功でしたので4ということでは56ということで、でマイナス56ということは、しゃー、よかったー。おー、ということで、よし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 、終了になります。いやー、マジでよかった。おめでとうございます。あー、ということで、本当によいしょ。では世界を燃やし尽くす神は君たちの攻撃で落ち崩れ果ててゆく。世界の救済か崩壊か、この先に未来に続くものが何なのかを見届ける前に君たちは視界を閉ざす。力を使い果たしたのか、君たちはその場に崩れ落ちる。まぶたは自然と落ちていき、君たちの意識は深く深くそこへと潜っていった。お二人が目を覚ますと、視界に広がるのは白い天井。暖かく空腹を刺激するような香りに、少しひんやりとした風が肌をかすめる。カラカラと台車を引くような音に人の足音、そして扉をノックした後、革靴を鳴らし部屋に入ってきた人物は声をかける。お疲れ様。対策課所長アルテアは探索者たちの顔を交互に見てそう言った。君たちのおかげで世界は救われたよ。まあ多少の被害は出たが、と言ってきます。所長、あ、アルテアか。そうか、それは良かった。うん、二人とも満身創痍だね、と、まあ、いつものごとく冷静に言いますね。うん、いやー、なかなかに、そりゃなかなかに大変な戦いだったが、あ、それはそうと、アルテアの方は大丈夫なのか？問題ない。負傷者も、ああ、少しの犠牲もないことにはなかったが、これからは復興に忙しくなりそうだ。うん、それはよかった。と言いながらアーベルを見ますかね。うんうん。まあ、お互いに結構ボロボロで、それで手当てを受けているという感じですね。つけられたテレビからはニュースが流れておりまして、その2人が乗り込んだ施設のあった地域は幸い森の中だったため、町への被害はそう大きくなかったようです。ただし、そうとは言っても負傷者は多数おり、
人々や異業たちは復興に忙しくなりそうです。アルテアはそうですね、これからまた仕事を片付けに行かなきゃいけないんだ、悪いがあとはゆっくりしていてくれと部屋から立ち去ってしまいます。ああお疲れ様です。では、うん、いやでも被害が少なくてよかったな。そうじゃの、何より若造が死ななくて本当よかったよ。なんかそんな簡単には死なないよ。いや若い者はたまに無茶をしすぎてすぐに散っていく、それはとても悲しいことじゃ。まあそれも何百年か生きた経験か何かなのか。うん、そうとも言えるし、やはりこういった期間にいるとたった10年間でもたくさん見取ってきたもんじゃ。ああそうか。うん、まあ、うん、そうだな、俺もなるべく死なないように気をつけるよ。はあ頼むぞ。何よりいろいろこれからもしてもらいたいこともあるし、そうだな、物を持ってもらうのもそうだし、運転してもらうのもそうだし、ああそれにいろいろ歩いていくのも、まあなんじゃなんじゃ、うん、いいじゃないか、たまには、たまにはな、たまにはな、うん、たまには別にいいけど、うん、たまにだったらな、うん、なんか、まあ、たまにはって毎日って意味じゃがな、あ、たまにっていう意味知ってる？いや知らんな。いや、まあ、俺もなんかそんなに、まあ、たまにはたまにだよ。うん、なんだかんだ嬉しそうにやっとんのも知っとるけどな。うん、まあまあまあ楽しくは楽しい。まあまあな、うん、こういうことできるのも生きてるからだからな。そうじゃぞ。喋ってるとだんだん眠くなってくるわ。いやー寝ろ寝ろ。うん、じゃあアランさんはすやすやと、すやすやと起こされたアーベルさんは何かロールプレイいたしますか？まあ、ああは言ってたけど、そう、アルだって死ぬ可能性があるわけだし、なんか俺ばっか心配されてるな。って思いながら、こう顔を見つつ、まあ、でも生きててよかったな、っていう感じですかね。ありがとうございます。では最後の描写を入れさせていただきます。窓から柔らかく風が吹く。君たちは体を癒すためにしばしの療養期間を得ることになったのだ。発展した未来、進歩した技術、そして和解を遂げた異種族たち、人類と異形のものの共存は難しく、今でもこうして完全なる共存の世界は完成していない。しかしその秩序を守るため、正すためにある機関、神話生物対策課、ラスト。世界を正し、世界を守る唯一の機関。悪意に満ちた運命は君たちの手で免れ、そしてこれからも続いていくのだろう。ふと窓の外を見やれば、壊れた街中で復興に勤しむ人々、そして異形の者たちは笑い、言葉を交わしている。君たちの守ったそれは恐れられることなんてない。ちっぽけでそれでも強く生き抜く存在。彼らはきっと長く続いていくこの地に足をつけ歩き続けていく。何度崩壊を迎えても世界はきっと終わらない。君たちという最強で最高のバディが存在する限り。ということで、
クトゥルフ神話 TRPG ラストラストシナリオクリアでございます。お疲れ様でございました。お疲れ様でした。ありがとうございます。お疲れ様でした。あーよかった、知らなくてそうですね。あーでも楽しかった。うん、よかった。ちょうどいい感じで、あのダイスめちゃくちゃ触れるのが良かったなって思います。そう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 、いっぱい戦えた、楽しかった。いやー良かったです。すごくいいシナリオで、本当に制作者様ありがとうございます。本当ありがとうございます。これで合ってるといいなっていう思いと思ってバレたらすいませんでしたっていうしかないんですけども。では、いやーかっこよかったいやーかっこよかった、うん、2人とも、うんうん、ね、かっこよかったね。キーパーでわたわたしてたけど、2人のかっこよさにペンライト振りまくってましたからねよかった頑張れ頑張れオタク向きだしよ、ね、かっこいいシナリオに、かっこいい立ち絵にいや本当にありがとうございます、かくがく皆様。ということで、そうってな、はい、背景説明しておきますかね。そうですね、一旦シナリオのそういったところは触れておこうかな。うん、うん、はい、うんうん、ではラストラストの背景説明、まあラストのこの前半のラストは終わりで、後半のラストはドイツ語で欲望という意味です。ドイツ語だって、だってすごい。いやーこれ本当にドイツとね親和性があったっていうのがすごく、この偶然も TRPG の楽しいところですね意味合いとしては人の欲に満ちた世界に終わりを告げるというものになっております。で、まあ、現代から進んだ遠い未来、神話生物と人間が共存している世界が実現したんですが、それに反対する敵対勢力も存在しておりました、まあ、神話生物とか異形とか化け物を神聖視しているので、まあ、神と人は同等であってはならないっていう考えを持っているんですね。ので現状に満足している者たちに怒って、今の世界を一回壊してもう一回作り直そうぜと、して、まあ、同じ志のものを集め、陰ながらラストのような同じような組織を集めていました集めた人々の中には、目覚めれば世界を破壊することができるような神を信仰している教団もいましたそこで首謀者は、たとえ一つの神の将来を止められてしまったとしても、同時に何体もの神を将来させてしまえば手には負えない、この世界の破壊を実行することができると考えました。なるほど。そして、まあ、複数の神を同時に呼び寄せる計画を立てたときに、まあ、イクナグンニススズという神話生物に目をつけますね。イクナグンニニニススズズ。ニススズズズズ。スが3回です。イクナグンニススズズ。そうそうそう。この方はですね、アザトースを無条件に呼び出すことができる生物なんですね。あーなるほど。なのでこのこいつを召喚しようとするんですけど、まあ、この共存の世界を守ることができるのは平和の証である異種族のバディを組んだあなたたちしかいない、世界を守り未来をつなげていくのはあなたたちだ、という背景になっております。なるほどね。かっこいい。かっこいいよな、本当に。バディで戦うって感じのシナリオで、良い、良い。大変良いシナリオ。本当に回していて、バディ見るのも楽しいし、多分プレイヤーも楽しんでいただけたんではないですかね。うんうん、楽しかったです、うんうん、本当に。本当そう。よかった。回したいな。いや、そう、回したい皆さんはブースかなに、うん、シナリオ配布していただいておりますので、ぜひぜひ遊んでみてください。本当に本当にありがとうございます。ちょうどこの時期にもぴったりなね
一定になっておりますので吸血できるし、うん、よかったズタボロの中での吸血ってすごく良くてすごくうまそう、すごくいいんですよね。そう、性癖はこれまでにしておいて性感報酬をいきますかね。はいはい。で、これは性感で 1D10、 呼び覚ますものを倒した 1D6、 町が崩壊してないので 1D6 復活させることができます、うん、これはパンチかな、多分 HP はゆっくりゆっくり回復していくものだと思うので産地だと思います。はい、まず 1D10 はい、次が5 6 6、でプラスでお互い 1D6 ずつ、 1D6 3、そして街が崩壊してないので 1D6 1D6 2、はいはい、良い10なのでだいぶ回復することはできますね。うんうん、ただ不定の凶器の扱いがな、そうですよね、ちょっと見てますね、読んでますね。よかったよかった。まあ、キャラクターが治療を受けるか回復するまで続くよっていうことになるんですけども、はい、まあ、1ヶ月ずつダイスロールして、まあ、ゆっくり休んで、はい、っていう感じで、はい、一定の狂気は回復していくとは思うんですけど、そうですね、アーベルさんは盗難にやってるので、はい、ちょっとシナリオは後になるんですけども、これそうだな、盗難の扱いが、秘蔵の品を身につけていった場合幸運ロールを行い、それが盗まれていないか判定するので、これロザリオ太陽のロザリオじゃないかなって思うんですけど、キーパーいかがでしょうか。いやそうかもしれないな、つけてるのでね。なので幸運を振ってもらってもいいですか。はい、幸運でやる。お、あ、ぴったりすごじゃあ意地でロザリオ、そうですね、じゃあ服の下とかにギリギリ滑り倒れた時に滑り込んだりして、なんとか見つからずに済んだのかなっていう感じの処理でよかったよかったねこれなくなったら産地減りますからね困る。じゃあそうですね、アランさんはまあ、治るまでは時々その病室にあるテレビにすがりついたりするかもしれないと。かわいい、かわいい、いい技術じゃ不安になったらって感じではあると思うので、その後日談もね、お二人で考えたり、キーパーがちゃちゃ出したりとか、そういう楽しみ方もできると思います、はい、ということで、はい、一旦この場は締めましょうか。はい、そうですね、はい、では皆様ご視聴ありがとうございましたかな。あれかも、バイチルーがある。なるほどなるほど声合わせます、遠隔だからバラバラかな。いっぱいに締めてもらっていいんじゃないでしょうか、うん、はい、では皆さんご視聴ありがとうございました。バイチルー、バイチルー、バイバーイ、バイチルー